日本のチェゲバラって言われるようになるために。やべえ、俺江戸時代に生まれたし、やっぱしてたんだろうな。何この煙坊主、何なのこの。どこ行く？ねえねえ、もっとねえ、スタルバイかね。まあまあいいですよ、もうよっと5番。やった、なんでそんな嬉しいの。いやいや、別にこのマップに関しては多分誰も何も言わないよ、どこ行こうが。でん、行くで、みんなついてき。関西嫌いとか言ったら、なんか急に関西弁。俺も関西の元に生まれた子。本当かよ。いや、そりゃ讃岐弁って関西の影響受けてるからな、なんだかんだ。でも讃岐弁喋んないからな、りきと。喋らんでしょ。標準語しか喋んないじゃん。頼むよ、ちょ、ここ生ってよ、ちょっとは。パパ世代ぐらいしか言うて言わないよ。え、でもある程度方言喋るでしょ。おばあちゃんしか喋んないよ。おばあちゃん。いや、それなんかきつい方言とかはなんかあれだけど、なんか多少はさ。俺はそんなないからな。何ションはそうか。でも方言か。何ストーン。何ションって聞くね。何ション。そんなこと言ってなくね。言わない。俺は言わないだから。俺はだから言わないって。何ションって。ネットはあれの人いるよね。ネットは。何ションで喋る人いる気がする。何ションって言うんだよ。マンサヤとかリアルマジウケる。大阪だよ。かなり大阪だよ。もう大阪だから。なんかリアルのマンサヤの方はなんか大阪の感じ。大阪の中の大阪って感じ。ああ、ザ大阪って感じする。あれてかさ、ユグダムとクンの間なんで2と4なの？三番さん。幻の外人がいた。幻の3がいた。幻のいたのか。いたんだよ、一人兄弟が。じゃちょっとね、別れちゃった。悲しいことがあって。生き別れの兄弟。そう、命は大事だ。そう考えるとね、大事なんですよ、兄弟。命は尊いってこと？やっぱ命は、うん、ね、くんちゃん。道徳の時間見て、なんか。はい、くんちゃん、道徳は大事ですよ、道徳の本。本じゃねえわ。道徳の授業ってみんな道徳の本広げるよね。あんまり意味もわからず。しかも全部使わないかな、道徳の授業。そう。大体なんか、なんか2、3個ぐらい読んで終わりです。その本終わりみたいな。まあ週1ぐらいしかないからね。そう、いや週1すらもないって。あれ好きで全部読んでて、俺なんか教科書配られた日に全部読んでて、日に全部読んでて、道徳読む。配られた日に。いやだからガリベンちゃん、やっぱクリさんガリベンちゃん。いや最初全部眺めるでしょ、数学とか。面白いじゃん、国語とか。力道だって、それ掛け算を履修してない人にガリベンって言われたくない。だって履修してるから。なんか自分の嫌いな授業の時に、なんか世界地図とか見なかったの？歴史、あの社会の。ああ、見た。世界地図とかすげえ見てた。天下統一じゃん、天下。日本天下統一じゃん。なんで世界地図で天下統一なんですか？いや、じゃあ将来だから天下統一するために、あの日本の。それは日本地図って言うんですか？覚える。まあ、この時代天下統一できねえからな。いや、分からん。YouTube で天下取るって言ったじゃん、昨日。けんな。この時代に天下取るルートか、どうやって天下取るみたいな。YouTube でもう影響力を持って、もう政治家になって、政治家と顔を合わせ始めて、なんとか成り上がり、成り上がり YouTube、YouTuber。民主主義の枠組みの時点でも無理だから、もう革命を。西杉じゃ潰そうぜ。暴力革命を起こす人は行くしかない。いや、もう何でもいい。手段は何でもいいから、暴力革命を起こすしかない。やだ。アシストリッチ。いや、日本のチェ・ゲバラって言われるようになるために。やべえ。次第に。チェゲラ？チェ・ゲバラ知らないよ。チェ・ゲラ？チェ・ゲラ？なんだろ、ラッパー？ラッパー？チェ・ゲラ？チェ・ゲラ？お前、さが、マジ、人類史に残る人物だぞ。チェ・ゲラ。マジでやべえな。え、チェ・ゲバラって知らない？よく T シャツにもなってんじゃん、あの人。え？あの顔で。あのヒゲ面でベレー帽みたいなの買って、知らないの本当に。いやダメだ。え、ってか、まあ、キューバとかわかんない。カストロとかわかんない。わからん。カストロ議長。あ、そう、俺さ、俺ふとさ、俺経営に関するなんか本みたいなの読んでた時思ったのに、人って卸売って概念って知ってんの？会社だから、その会社だから。いやいや、ちょっと、いや俺さ、あの卸売のやつをなんか見てて、卸売のなんかこの経営のなんか読んでみるノートみたいなコンビニのやつ買ってさ、それ見てたんだよ。でそれでなんか卸売のなんか仕組みみたいなのを読んでた時に、ふと力道のことを思い出して、そういえば力道って卸売とか知ってんのかなって思って。俺多分知ってるよ。だから卸売あれでしょ、だからその物を売ってる人いるじゃん。だからその人がそのまま買った状況の値段で売っても利益出ないから、
ってことでしょ、卸売を使うみたいなノリなんじゃないの。いや、まあもうあるけど、あのね、まあ、微妙に分かってなさそうな気がするな、なんか。そのなんか、その卸売は、だからその、まあ仲介の人なのね、真ん中に入る人。例えば電気屋さんがいたら、電気屋さんと製造元とその間を仲介する人みたいなのがいて、まあ間だと思えばいい、だから。まあでも売りつけてくる人でしょ、だから。売りつける売りつける売りつけてくる、なんか違うな、なんかちょっと違う気がするんだけど、まあ、間違ってるわけで、完璧に間違ってはないけど、まあ、間違ってはいるって感じじゃない。でも結構今、コメントで見たら、チェ・ゲバラ知らない人相当多かったよ。いや、いるでしょ、それみたいな。誰だよ、チェ・ゲバラって。織田信長なんかよ。いやいやいや、でも、いや、でも、織田信長より有名だよ、力強、多分。え、そうなの、世界的にはね。まあ、世界的にはね。俺ら日本に住んでんだから、そんな。いや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 、日本に住んでんだからとかじゃなくて。あれ大丈夫大丈夫。チェ・ゲバラ知らないって相当やばいよ、多分。え、じゃあ、力強ちゃん、誰か偉人で好きな人いないの？この人すごいなって思った、偉人。こいつはすげえわ。本当にそのことをしたかもわかんないのに。どういうこと？え、じゃあ、織田信長は本当に存在したかわからんやろ。いや、俺だから、歴史で語れること全部俺嘘だと思った。あ、あいつら嘘を書いてると。いや、少なくとも本当に、いや、あれだよ、あの、エグザル、あの前、ちょっと前に人と宇宙の話になったのね。その時に、あの、アインシュタインって嘘かもしんねえじゃんみたいな。アインシュタインの人、あの、論破してた。そんなんわかんねえだろみたいな。アインシュタイン論破されてたよ、力道に。あいつ生言ってんじゃん。あいつ破綻してるわ、破綻してるって言ってた、力道。めちゃくちゃやな、もう。もうアインシュタイン、こうやって香川のアインシュタインだよ。あ、いたいたいた、 NW すげえ遠い、すげえ遠い、もう撃たなくていいレベル。言われるとこの人撃つよ。サプレッサーだから撃つけど、でも当たんないよ。サプレッサーじゃないけど撃とう。見えねえわ、無理だと思えた。320イキさん何撃ってんの。あー、救命神とこ。救命神さ、血が出てるみたいな、あの日の丸みたいなってのあれ、ほら、国旗の梅干し弁当、梅干し弁当になってる。めっちゃ梅干しみたいに見える。くん、梅干し嫌いなんでしょ、知ってるよ俺。梅干し俺食ったことないよ。え、あんた日本人じゃないね。いや、食ったことないよ俺。やだね、どんな味かもしれない。こんなとこにいるとな、材木上怖えな。トミンの味知らないって嫌ね。俺梅干しなんて毎日あるよ。家で作ってるレベルだよ。食ってんの。いや、たまに食う、たまに、あの、食う。俺梅干し好きだけどな、酸っぱいもん。たまに食うとうまいね、梅干しね。たまになんか無性に食いたくなる。俺梅とうなぎの食べ合わせすげえ悪いって聞くけど、俺一緒に食べたことないからわかんねえんだよな。なんで梅とうなぎを一緒に食うの。いやいや、なんか昔から言われてるでしょ、江戸時代ぐらいから。梅とうなぎは食べ合わせが悪いっつって。江戸。俺江戸時代に生まれてたらやっぱ切腹してたんだろうな。なんでどうしたの。そんな重い、なんかないでしょ、そんな重い。まず武士とかじゃないと切腹しないから、そもそも。武士、いや俺武士だと思う。武士で納金して、やっぱいつかやらかして。いや、あんた多分ね、小作人だよ。小作人？何それ。有名な、あれ敵だよな。いろんな家を渡り歩いて。敵だよね、170。我が目には見えぬ。なんだあいつでわざわざ高いとこ行ったんだ。こっちから行こうか、どっちから行こうか。左から回ろっか。これ材木じゃやべえな、多分。結構エリア微妙いね。すげえ近いぞこれ。俺らのムーミンだよ、俺らのムーミン。ごめん、わかんないんだけど、ムーミンの中いなくね。あ、いるわ。あ、デカチンワだ。デカチンワ。ムーミン中の1階にいる。やったやった、デカチンワやった。いきさん、これ起こせんの。わからん。俺起こすわ。見てて。見てる。あの、この、あれだな、ムーミンおじさんが、バカタレだな。ナイス ?2 発あった、2発あった。デカチンワ？いや、ムーミン。なんかあれない、なんかない、なんかあのエナドイ系チンツイッコない。当てた、一人やった。あ、なんすかこのグレー。これ回復入れるわ、死ぬかも。ないドアのとこ。うん、乗った。あ、別だ。うわ、こんなとこにいんの？やばくねえこいつ。エリア飲まれてんじゃん。やった、カタレだな、マジで。あ、俺無理。もう行った方がいい。いや、ちょっと待って。
もう一人は、あ、即射器かな、わからん。くん、ちなみに340エリアギアらしい。もうスモークで適当に。340ね、エリア橋。オーケー、多分何も見えねえ、この2人の画面でも。あ、あ、あ、すいません。なんだ、あ、しかも正面もほら、また日の丸弁当し。また日の丸弁当だ、前。あ、日の丸弁当、日の丸弁当。ねえ、どこどこどこ、あの、木の奥でしょ、多分。ああ、だから、うん、355の奥の方かな。あ、それか。やばやば、あれ、くんさん、くんさん当たんなかった、すまん。俺もベストないのか。ダメ入れた、正面のやつダメ入れた。こっそり行くしかなくね。ダメ入れた、でも今つけ、もう中入りゃいいんじゃないかな。アンチ以外入ってきてけんじゃね。中入るしかない。あー、その車止まってんな。相当厳しいね。どうすんの、この上登ったり登るわんちゃう。あ、でもこれがアンチ外、あ、エリア外のこのしょうもないのってか山上、イースト二人見えた見えた。あ、いっと、いや、隠れて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 。いや、無理、3人いる、3人いる。これどうする、リフト蘇生できるか。できん、いやー、無理どう、このスモーク、もう無理か、諦めれば、すまん。うん、いや、いい人ってさ、あれや、いや、これ、なんもない。なんだっけ、別荘もない。ない。あ？別荘ない。人はあるんじゃない。うわ、これ来るな。メットワンって来なかったけど。やられてる。3人ね、一応。やばくね、このスモークの量。右から来てる。右に入って、見張り塔の下。あら、見張り塔の下、ほら。いないと信じるわ、こっちは。スモークの中にも、紛れる、あの、紛れるムーブするわ。あ、いるわ、見られたな、岩の上、うん。これ強くね、これ強くね、この上で。多分その近くにもいるからって。なんなのこの、なにこの煙坊主、なんなのこの。上、岩の上、顔出してるよ。あ、正面、マジか、お前。あ、2位か、2位か、2位っすか。4-1だ。いや、でもまあ、しゃあない。